今では旧ハイテクさんはその社員さんと月に1回がっつりの勉強会をしてらっしゃって今回、我々のカメラ入らせていただきましたけれどもやっぱこういうその社員全員参加の勉強会みたいなのをですねえーその旧ハイテクさんされてらっしゃるというのがかつては全然当たたり前じゃなかったんでですすねねそうですねあの勉強会も最初にやろうとあの決めてやり始めたときにはえ確かわずか3人うんしかもいやいやです。 社長がやれって言うからっていうふうな形で、でもほとんどの社員さんは。あの参加もしませんでしたし。経営史を読もうということで、全員に一冊ずつ配ってるんですけれども。えっと読まない、真新しい本が。廃品回収の時に。どんどん積み上がっていくわけですね。あの、やっぱりね、もう読まない本がずっとこう、あの積み上がっていくっていうのを見た時には。 もう,これはもう本当にやめようかなっていうのはもう何度も思いました、うん、でも今ではあれほど社員さんたちは生き生きと自分の意見を述べてお互いの意見考えを戦わせながらこうやって一緒に働くと何ぞやということを勉強されているあの空気になっていくにはどんんな努力があったんでしょうか67年はずっと鳴かず飛ばずだったんですね、まあ、6, 6年ぐらいですね。はいで これじゃいかんなと、やっぱこれをずっと続けたんじゃよくないということで、あの覚悟を決めて全員に参加してくれっていうふうに呼びかけました。まあそうするとやっぱりこう潜在的にあったあのやっぱりマイナスネガティブな感情がこう出てきて、あのやあのやりたくないっていう人も出てきたんだけれども、あのとにかくあの。 ディスカッションではなくコミュニケーションを図ることを中心にやっていこうねとお互いがお互いを知り合うために楽しくやろうねっていうことでお茶とお菓子を準備して、はい、そして、えっと、テキストはあるんだけども、はい、テキストにはこだわらない、はいうん、自由に話をしていいよと。 そうするとみんなお茶とお菓子をあの食べながら<ー>あの飲みながらこうあの楽しく自由にディスカッションしてくれたわけですね。ったって聞いたら、うん、いや楽しかったです思ったより楽しかったですねという答えが返ってきてじゃあこれ続けていこうねと、うん。とはいえやっぱりなかなか本を読むという習慣がついていない人、うん、あるいはその本を読むという習慣がついていない人 本を読んで感想文を書くっていうこといや社長に言って俺はこういうことがやりたくないからこういう仕事やってるのになんでこ,ういうこんなことを無理やりさせるんやとうん <laughs> いうふうに言われたこともあったしうんだけどそうではなくてやっぱりそのものの見方考え方の枠を広げるうん話をするそれからあの本を読む それから、字を書くっていうことでやっぱ自分たちのものの見方考え方の枠を広げるっていうことがどれだけこう楽しいことかと自分にとっていいことかっていうのをこう伝えるっていうことをこうやっていきました企業理念の話をですね、はい、ぜひ紹介していただきたいんですが共、はい、共同教育、育、うん、協力しながら働き、うん、共に育つ。うん、この共同教育 ととは何ぞやなころですすねお願いします、はい、我が社は労働集約型の典型的な事業を行ってるんで、うん、労働集約型の事業でやっぱり一番その効果性を発揮するのはどういう組織かというと一言で分かりやすく言うとみんな仲良くするってことです。はどうしても、はい あのいろんな形の心の壁っていうものを持っています。それは誰誰もが持っているものです。はい、えっと中にはですね、人の人に対する心の壁が高い人もいます。うん、そうすると、うん、その人との情報の量っていうのはどうしても少なくなってしまうんで、仕事に応じ仕事に の時でもそののが生じるるっていうのはよくある話なんですそれはどの組織でもそうですどの事業をやってもそうですで我が社は特に人でないとできないようなあの仕事っていうのをたくさんやってるんでやっぱりその人と人とのコミュニケーションがうまくいけば仕事の質も上がるしえ仕事の質が上がればお客様も喜んでくださるんで。 やっぱりそのことをまずその注力しないといけないなと力を入れていかないといけないなとそれよりも何よりもそうした方がもっと楽しくこの人生生きていけるやんとうん楽しく時間をもっと過ごしていこうやと仕事そのものは厳しいこともあるし辛いこともあるし嫌だなと思うことがあるしもうやめたいなと思うこともたくさんあるし。 あのこういうやっぱり建設関連業はどうしても建設業界の一番ボトムでやってる仕事なんで直接自分たちの体を動かしてきつい思いをして暑いところで汗をたくさん流して寒いところであの一生懸命歯を食いしばってやらないといけない仕事なんですよね。そういうい仕事を 苦しいとかきついとかいう思いだけではやっぱり成り立っていかないしやっぱり何のためにこのことをやっているのかそれがどんなお役に立っているのかそしてそういう,う,いうものを作り上げていくのにみんなのと一緒になって協力し合ってやっていくことがどれだけその自分の,その人生というかあの過ごす時間というのを充実させるのかどうかと,ということをですね やっぱりもっともっとみんなで理解していこうよという意味でですね、はい、この共同教育という経営理念を作りました、うんうん、まずはやっぱり仲良くすること、うん、でお互いの気持ちをあの通わせること人はみんな認められたいと思ってる,、うん、る誰もがみんなを認められたいと思ってる そうするとやっぱりこう認めるっていう働きかけをもっともっと自らできるような自分自身になっていけば仕事も充実するし人生の大部分を仕事という時間に費やすわけだからうん。うん